ヒューイ・ルイスは、アメリカ合衆国ニューヨーク州ニューヨーク市出身。ヒューイ・ルイスザニュースのリーダーであり、ボーカリスト。米国コーネル大学工学部中退。アイルランド系アメリカ人の父親とポーランド人の母親の間に、ニューヨーク市で生まれたが、生まれて間もなく、後に事務所を構えることになる、カリフォルニア州ミルバレーに移り住む。両親が、 人種差別反対主義者だったためか、黒人居住区の近所に新居を構えることになった。そして、そこで黒人音楽に出会った。そんな環境で多感な10代を過ごしたことが、後のバンドのルーツと言えよう。9位が12歳の時、父親は、ジャズ音楽やビート肉的な詩を好む角にリベラルな、母親の気質が彼の性格形成に悪影響を与えると考え、 ニューヨークの学校に入学させたが、これが両親の離婚の原因となった。その後、ニュージャージー州のローレンス高校という名門進学校に進んだ。しかし、大学に入学することなく、父親の勧めでヨーロッパへ放浪の旅に出た。シンボルマークのブルース・ハープはこの頃覚えたのだという。帰国後、コーネル大学に入学したが、 大学の授業や工夫に馴染めず、すぐに退学してしまった。大学退学後、1971年に、サンフランシスコなどの米エリアを拠点とする、クローバーというバンドに加入した。クローバーには、ドゥービーブラザーズや、サザンパシフィックで活躍することになるジョン・マクフィーや、1972年に、加入し、後に、ザニュースのメンバーとなる、ショーン・ホッパーがいた。 1977年にマクフィーがドゥービーブラザーズに加入することが決まってメンバーは解散した。その後バンド仲間を探してサンフランシスコやロサンゼルスのバーを転々として最後に行ったバーで現在は閉店したアンクルチャーリーズで失業中のメンバーを集めてバーバンドとして活躍していた。その後1979年にヒューイ・ルイス ジアメリカンエキスプレスというバンドを結成し、その後名称を変更して現在に至る。また、俳優活動もしており、1993年の映画ショートカッツに出演した。そして、2000年にはグイネス・パルトロー主演の映画デュエットでパルトローを演じるリブの父親のリッキー役で初主演した。ブロードウェイのミュージカルシカゴにビリー・フリン役で出演した。 2018年4月、聴覚障害で年内のコンサートをキャンセルすることを発表したベニエール病の疑いがあるという、ありがとうございます。